さんこんにちは、鈴木ジョニー高志です。元気にお過ごしでしょうか。今日はですね、今この弾きましたこのギター、リゾネーターギターっていうんですが、今日はこのねギターについてねちょっと語りたいと思います。まあね、普通のアコースティックギターに比べてね、今まあ音聞いてもらって、思うんですけど、すごい金属的な、音がするんですが、実はこのギターはね、まあ、知ってる人は知ってるんですけど、このリゾネーターっていう共鳴版なんですけど、まあ、簡単に言うとね、スピーカーみたいなものがこのボディの中に埋め込まれてまして、それでね、普通のアコースティックギターよりも、でかい音で鳴らせるっていうね、このギターなんですけども、でね、今俺がこれ持ってるこのリゾネーターはね、あのリパブリック社っていうところの、まあ、テキサスのメーカーのもので、これトライコーンっていう形なんですけど、まあ、トライアングルとかって言いますけど、トライ、3つっていう意味で、そのね、今言ったリゾネーターがこの中にちっちゃいスピーカーが3つ入ってるんですよね。3つ入ってるもんでトライコーンっていうんですけれども、とてもね独特なね、形でね、なんかかっこいいんですが、それでね、俺がね、このリゾネーターギターをね、初めて知ったのが、確かね、中学3年ぐらいの時だと思うんだけど、あのローリングストーンズの写真集を見ていたら、キース・リチャーズが、赤いね、こういうカーディガンみたいなステージ衣装で、このね、銀色のギターを持ってる写真を見たことがあって、ちょうどね、この、時期で言うと1969年のこの Get Ya 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 The Out っていうアルバムがあるんですが、これの時期のね、アメリカンツアーの時の一コマの写真だと思うんですけど、ステージの上で、あのミック・ジャガーとね、キースが2人で座って、あのキースがね、こうやって銀色のギターを弾いてる写真を見たことがあって、まあね、中学生のね、あのガキながらね、なんだろうこの銀色のギターはってずっとね、あの興味あったんですけれども、でもまあ、その時のね、多分キースが使ってたギターはこのトライコーンっていう形ではなくて、このリゾネーターがね、一つのタイプのシングルコーンの多分スタイルオーってやつだと思うんですけど、それをね見たのが、確かリゾネーターギター見たのは一番初めての初体験というか、初めて見たのはその時だったと思います。それでね、その時はね、音をね聞いたことなかったんですよ。これね、あの結構近年出た Get Ya Ya The Out のボックスセットで、この中にはなんとそのね、リゾネーターギターを使っての、あのローリングストーンズのね、あのブルースのカバーでね、あの夕方ムーブとかプロディガルサンって曲とかが入ってるんですけど、正規版のね、Get Ya Ya The Out にはこのリゾネーターを使ったね曲は収録されてないんですよね。でね、俺もね、ずっとね、どういう音がするのかなと思ってね、聞いたことなかったんですけど、一番初めに聞いたのは多分ジョニー・ウィンターのアルバムになるのかもしれないですよね。で、ジョニー・ウィンターは結構このリゾネーターギターをよく使ってまして、あのレコードジャケットにも使われてて、まさにね、このナッシン・バッザ・ブルース、このレコードジャケットにこのね、今のこのトライコーンが、バーンってね、あの写真が載ってるんですが、まあ、このね、ジョニーが使ってるのはね、あのナショナル製って言って、ナショナルっていうね、一番初め、トライコーンをね作った会社の、多分これね、オールドの1930年代とかそのぐらいのね、ギターだと思うんですけどもね、まあ、これとか、あとこの Still Alive and Well っていう、あの前もちょっと紹介したんですが、74年ぐらいの発表かな、このアルバムのレコードジャケットの裏ジャケットになんとジャンとこのリゾネーターを弾いてるこの写真がありまして、これがまためちゃくちゃかっこよくてね、さっき言った、まあ、これはねトライコーンではなくて、さっき言った、まあ、このコーンがリゾネーターが一つのタイプでね、あのこれはデュオリアンっていう多分タイプだと思うんですよ、ナショナル製の。これはね、あのボディの材質が鉄でできているもので、あのブッカホワイトとかがね使ってたやつだと思うんですけど、
すごいね、やっぱあの微妙に同じ銀色のね、メタルボディって言われるものでも音質がちょっと微妙に変わってきまして、ジョニー・ウィンターが使ってるこのデュオリアンだとね、音が何て言うんだろうな、結構ペランペランな感じの音がするんですよ。ジョニーのアルバムのね、大体リゾネーターで弾いてるのはこのデュオリアンだと思うんですけれども、そうですね、例えばね、曲で言うと、まあ、なんだっけ、サードディグリーに入っている「イビル・オン・マイ・マインド」とか、あとね、一番最後の、遺作となったアルバム、ステップバックにも入ってますね、デス・レター・ブルース、サンハウスの曲とかね、あれとか全部このデュオリアンで弾いてると思います。まあ、ちょっとね、マニアックな話になったんだけども、それでね、初めてね、見たのがローリング・ストーンズがきっかけっていうことで、まあ、ジョニー・ウィンターのアルバムを通して多分音を知ったのが多分初めてだと思います。それでね、このリゾネーターギターっていうのはね、もともと1925年にナショナルっていう会社、あるね、方が、ドピエラ兄弟っていう人と、あともう一人の人、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、3人でナショナルっていう会社を作って、で、それでね、こういうリゾネーターっていう共鳴板の入ったギターを作り出すわけなんですけど、結局ね、当時はまだエレキギターっていうのはなかったもので、どうしてもね、例えばブルーグラスやるときだと、こういうフィドルとか、あとバンジョーとか、あと例えば他にもね、ジャズとかやったりすると、このサクソフォンとか、いろんな管楽器に対して、普通のアコースティックギターだと音量的に負けてしまうから、大きなもっと音量の出るギターが欲しいっていうことで、ギタープレイヤーがいろいろね、そういう要望があって、で、それでこのナショナルっていうメーカーがこのリゾネーターギターっていうのを作ったらしいんですよね。で、後にね、このナショナルを創業したね、ドピエラ兄弟っていう2人が、ちょっと経営上のトラブルで、このナショナルを離れて、3年後にドブロっていうメーカーを、作るんですけどね。で、ドブロってね、よくね、このリゾネーターギターのことをね、称して、俺もよくね、若い頃はね、あ、ドブロだよね、ドブロ使ってるよねって言ってたんだけど、でもドブロっていうのもね、会社の名前で、いわゆるブランド名なんだよね。で、ナショナルが初めてドブロ。で、このね、俺が今日弾いてるのは、これ、リパブリックっていうところ、リパブリックギターズっていうところのギターなんですけど、このギターはまだ最近の、会社でして、2007年にね、テキサスで立ち上げた会社らしいんですけど、これね、日本だとね、俺も川崎にあるギターシェルターっていうお店でこれ買ったものなんですけど、このリパブリックギターズっていうのは、実はね、ジョニー・ウィンターの、モデルも作ってまして、このシングル高音で、ここがね、カッタウェイの入ったハイウェイ61っていうジョニー・ウィンターのモデルも、販売してます。ちょっと俺それは弾いたことないんですけれどもね。それで、そうですね、結構ハワイアン、俺が前なんかね、本で読んだのだと、初めハワイアンミュージックとかにもよく使われていて、これギターって普通、こうやって握るものなんで、ここが、丸いんですよね、ネックが。当たり前だけど、半円になってるんだけど、ハワイアンミュージックの場合は、こうやって寝かせて、いわゆるこのスチールギターみたいな、こうやって弾いてたらしいんですよ。だから、ナショナル製のこういうリゾネーターだと、初めからネックがもう、寝かせて弾くように、こう、ラウンド、丸みがなくて、スクエアネックって言って、ここが四角いネックのやつも、あるんですよね。昔のとかいくつも売ってるんですよ。多分こうやってまだエレクトリックがね、普及する前ですから、ハワイアンミュージックとかでもこのリゾネーターギターが重宝されていたんだと思います。ブルーグラスとかね、カントリーの世界でもね、結構すごいリゾネーターギターっていうのが使われてまして。結構ブルーグラスとかカントリーになると、ここが金属製のボディじゃなくて木製のボディもあるんだけど、リゾネーターギターってそっちの方をよく使ってると思います。俺もね、このリゾネーターギターね、3代目ぐらいになるんですけど、初めて買ったのが木製の、
ドブロっていうね、さっき言ったドブロのメーカーの、フーラブルースっていうのを俺も一番初めに買ったリゾネーターギターなんですけど、29歳ぐらいの頃かな。それは木製のボディで、このボディの後ろにこのフラダンスしているあの女の人のね、プリントがされてるギターで、このまあメタルボディに比べるとね、すごい温かみの、もうちょっと温かみのある音なんですけど、今はね、そのギターちょっと手元になくて、この間も紹介したね、市川にありますナイトウォッチさん、ロックバー、あそこにね、今壁に、飾ってもらってるんですが、それでこれはまあ3台目になります。それでね、まあリゾネーターギターね、まあブルースマンが結構やはりね、使用してる人が多くて、まあロバート・ジョンソンのね、まあすごい多大な影響を与えたと言われてるね、このサンハウスっていう方、まあこのジャケットにも映ってますが、このナショナル製のリゾネーター、これでデスレーター・ブルースとかね、弾いてるんですけれども、まあ他にもね、ブッカ・ホワイトっていう人とか、タンパレット、いろんなね、ブルースマンが使ってます。やっぱね、路上で演奏したりとか昔の人はしてたと思うんで、普通のアコースティックギターだとね、音量が響かなかったと思うんだけど、このリゾネーターギター使うとすごい音量が稼げるんでね、好んでね、使ってたんだと思います。あと見た目も派手だしね、黒人の人とかね、金とか銀とか好きだからね、こういうの好んで使ってたんだと思います。まあね、あとまあ他にもこのリゾネーターギターね、使ってる人は有名どころだと、このタジマハルっていう人とか、まあちょっとね、今 CD ないんですけど、あとロリー・ギャラガーも使ってますね。ロリー・ギャラガーは色のついた茶色く塗られたナショナル製のリゾネーター使ってます。あと最近だとこのエリック・サーディナス。エリック・サーディナスはこれドブル製だと思うんだけど、木製のボディで、ピックアップつけてね、マーシャルにつないでね、なんか爆音でブルースをやってるっていう、まあ独特のね、方で、このアルバムなんてね、ジョニー・ウィンターもゲストで参加してるんですけど、とってもかっこいいアルバムです。まあそんなとこになりますかね。まあね、もう語り出すとね、もっときりないんですけれど、このね、リゾネーターギター、ジョニー・ウィンターがね、結構ね、各アルバムに1曲ぐらいね、このギターを使ってね、曲を演奏してるの、収録してるんですが、興味を持った方はね、YouTube でもいろいろね、動画アップされてますんで、いろいろなミュージシャンのね、見てもらえればと思います。それでは今日はこんな感じです。どうもありがとうございました。またよろしく。イエイ。